欠点カンプはドイツ連邦共和国にーダーザク先週オスナブリュック軍北部のダムトゲマインでベルゼンブリュックを構成する町村である。この町は面積においても人口においてもオスナブリュック軍最小の町である。欠点カンプはアンクマー丘陵の北数キロメートルのアルトラント南部に位置する。ここはトイトブルクの森北部イコール BN 産地。 自然公園の北西端にあたる。欠点寒布は、北はメンスラーゲ、東はノルトルプ、南はアンクム、西はエッカーミューレン及びベルゲと境を接している。この町は欠点寒布地区とその周辺に位置するいくつかの農場で形成されている。北海からの湿った北西風の影響を受ける温帯海洋性気候である。 エッカーミューレの年間平均気温は8.5摂氏9.0度、年間降水量は約700ミリメートルである。5月から8月までの間に平均20から25日の夏日がある。エッケ川の両岸に農場が並ぶ列村としてこの集落が初めて記録されたのは1188年で、ケディンチャムと表記されている。ここはもともとラーベンスベルク博の家人であった。 ケディンヒエム騎士課の所領であったが、1264年からオスナブリュック司教領となった。オスナブリュック司教は1350年にテルクカンプス水車をクバーケンブリュックのシロリ・ヨハン・フォン・アルンホルストに霊園として与えた。時代とともにこの町について様々な表記がなされている、ケデンチャムから、ケイトンカム、ケテンカンプ、ケテカンペ、ケテ,カン,ケテンカンペ、ケデンキャンプ、 そして400年ほど前からキャテンコンプと表記されている。以下の表は各年の12月31日時点での長域における人口を示している。数値は1987年5月25日の人口調査結果に基づくニーダーザクセン州統計及びコミュニケーション技術局の研究結果である。1961年と1970年の 数値は人口調査の結果である。この町の議会は11議席で構成されている。テルクカンプスミューレエッカーミューレンマフハ川沿いに水車テルクカンプスミューレがある。この原型となる建物は1350年に建設された。現在の水車は1850年に始動した。1924年にこの上位水方式の水車はタービンに置き換えられた。 この水車は二つの引き薄を駆動させるだけでなく、隣接するパンや器用のコネボよりも動力を伝えていた。ここでは黒パンが作られた。水車は1960年に稼働停止した。水車の新しい所有者は自分の辞書でこれを保存するつもりはなく、水車は1986年に取り壊され、エッカーミューレンマッハ川沿いの別の場所に再建された。 1988年9月20日に水車の完成式典が行われ、郷土館として利用されることとなった。水車の輪は1989年10月6日に設置された。水車の付属建造物は水車にふさわしい木組建築である。加えれば1993年11月になされた。完成は1995年4月であった。建物内には、 古い農業器具や馬が引くことで稼働したコートマンシュホフマハルが展示されている。この水車は多くの修復された木組建築が立つ敷地全体とともにこの町の最も重要な観光資源である。修復された木組建築の多くは現在では農業目的に使われていない。欠点カンプの見どころへは観光街道アルトラントイコールルートをたどっていくことができる。 オスナブリュック交通会社のベルゼンブリュック駅行きの定期バス路線が運行されている。この駅でオスナブリュック駅及びオルデンブリュック行きの列車に接続する。ありがとうございます。